皆さんおはようございます。時松隆光です。現チャンネルの時間がやってまいりました。今日のゴルフ場は千葉県の上総モナークカントリークラブ様です。今日もですね、女子プロの方をゲストにお呼びして9ホールストロークプレー対決を行ってみたいと思うので、早速今日のゲストに来ていただきたいと思います。では今日のゲストの方、よろしくお願いします。よろしくお願いします。おはようございます。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。今日の、ね、ゲストは篠崎真奈プロです。はい、ということで今日は9ホールストロークプレー対決をします。はい、まあ、後々その勝利のあれとかはお伝えしますけれども、何か意気込みを一言だけいただければと思います。はい、勝ちます。いいですね。はい、頑張りましょう。頑張ります。はい、ということでね、この動画もぜひ最後までご覧いただければと思います。引き続きチャンネル登録、いいね、コメントをたくさんお待ちしております。よろしくお願いいたします。行ってみます。僕の撮影史上初、一人今日ボスだけ史上初なんですね。史上初、もう一人いるんですけど、今日はボスが大変だと思います。僕が黒マークで、篠崎プロが青マークで。はい、青マークで。1番607ヤードパー5。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ナイスショー。篠崎プロ580、めっちゃ長い。よいしょ、ありがとうございます。最高です。なんとかナイスです。一番緊張する場面を乗り越えました。ナイスです。そのマナプロでちょっと、はい、自己紹介をやっててもらってもいいですか。はい、はじめまして、篠崎マナです。はい、イエーイ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 。1997年生まれ、10月8日ですね。天秤座 A 型。A 型です。ヤードクイーン。スプリングラーショーで。栃木県出身です。あ、今回ね、はい、吉川モンプロからご紹介いただきました。はい、吉川プロもこのチャンネル出ていただいてるので。はい。栃木の。そうです。仲いいんですよ。仲いいです。吉川プロの動画を見ていられない方がいたら、ぜひそちらをご覧いただければと思います。今日わざわざ千葉県まで来ていただきましてね、ゴルフ場が本当に空いてなかったんですよ。あ、そうなんですね。大丈夫です。すみません。大丈夫です。2、3時間かかったでしょう。3時間ぐらいです。すみません。大丈夫です。はい、よく来ます、千葉も。はい、そう、はい、やっぱりゴルフ場多いのでいつも練習するコースとかあるんですか。コースは決まってないんですけど、栃木、茨城、群馬に行くの周辺ですね。2打目300ヤードを優になります。スリウッド。これもまだ300ぐらい。まだリウッドですか。はい、ちょっと怖いですね。あ、それ、はい、当たることはまずないと思うんですけど、1打目にここに狙ってくださいっていうボールが邪魔でした。よしよ、ありがとうございます。ナイスです。これ対決ですので、はい、で9ホールストロークプレーね。はい、で僕が勝ったら、はい、篠崎プロの、はい、仲のいいプロ、はい、ちょっとここに呼んでいただけないかなっていうのを、はい、相談するっていう。で篠崎プロが勝ったら欲しいものをプレゼントしますから。はい、はい、ありがとうございます。なんか
ともと距離計をなくしたものがあって、はい、あの対戦した女子プロが、はい、で、あの距離計欲しいって話になって、はい、じゃ勝ったら距離計プレゼントしますっていうのがきっかけだったんで。なるほど。ちなみに吉川桃プロはジョジョ、漫画のジョジョのなんか全巻、全巻欲しい。すごいですね。なかなかな量ありますね。そう、すごい。相当な量だったと思います。相当な量ですね。電子版じゃなくて、あの、うん、漫画、漫画を、漫画をっていう。僕、篠崎プロと仲がいいんだな。近い。仲良しです。篠崎プロがあって、83ぐらい。52度です。52度。今月、52度新しくしたばっかりで。まだちょっと距離感が分かってません。テスト中ですね。はい。いい感じ、うん、大きいかな。バックナイス、うん、よいしょ、ありがとうございます。いい入りしました。今の良かったね。はい、良かったです。ナイス、やっていただいてすいません。80ヤード58度。うわー、止まって、ショート結構戻ってきました。やっちゃったよ。どうだろう、 10ヤードちょっとかな。58度。もう少し。ピンチやで。サイズですか。へえ。どっちで読んでますか。私は軽いフックで読んでます。むむむむむ。強い。フックでしたね。そんなことなかった。1.5 メートルのまっすぐ、あればスライス、パーパット。あー、どっちか。先。はい。ボギー。切れました。あんまりスライスな感じじゃなかったです。うん。ナイスパー。はい、ありがとうございます。1ホール目が僕ボギーで、篠崎プロパーで2ホール目いきます。ちょっとパー5ボギー最悪だわ。今日ね、篠崎プロと初めましてですから。はい、初めまして。初めまして。ここからちょっとね、温めていきます。会ったことないです、はい、とか言ってたまにあるんだよね、俺、僕は忘れてて。話したことはないです。お見かけしてることあるんですけど。ですよね。はい、初めまして。なんて呼ばれてますか、みんなに。マナティーか、マナちゃんか。マナティーか、マナちゃん。はい、で、言われてます。これ、あだ名で呼び合いましょうっていうね、はい、で距離を縮めましょうっていうことなんですけれども、はい、でなんて呼んでほしい。私はでもマナちゃんがいいです。結局マナちゃんでいきます、はい、マナちゃん、僕のことは何て呼んでもらえます。じゃあ、ゲーちゃんで。マナちゃん、ゲーちゃんでいきます。いきなり。それで距離を縮めますから、全然 OK です。マナちゃん、ゲンちゃんでいきます。ダホールね、僕が347、パー4、ドライバー。ナイスです。ザス。マナプロが326ですね。はい、マナちゃんでしたね。バンカー一直線。バンカー一直線ですね。見えた？多分バンカー入ったと思います。ナイスイン。ナイスイン。なんかボス聞くことあります？俺？いきなり質問コーナー。質問コーナー。質問コーナー、イエイ。
試合の時にスタートホールって、はい、パー4かパー5ですか。いや、パー3もあるんじゃないですか。うん、パー5は嫌ですか。そんなことない。パー5が一番俺は好き。まあ、パーで上がりそうだしね。私もパー5か、ちょっと優しいパー4だと嬉しいです。パー3やですか。パー3やです。優しいホールの方がいいですね。最初。最初ね。いきなり狭いとかはちょっとやっぱきついかな。いきなり430打ち上げとかやめてほしいですけど。朝一からサーバウト打てないの。ボギースタート嫌ですよ、本当に。いや、パー4のボギーよりパー5のボギーの方が嫌でしょ。今一番嫌だ。一番なんか入ってなかったですね。入ってなかったです。良かったです。120ちょっとのアゲンストかな。9。ちょい左。ナイスオンです。あざす。105ヤード。105。と48度で。48度です、はい。ちょっとやっぱりピーにします。やっぱりピーです。はい。めっちゃ慣れちゃった。やばいよこれ。出てくる。危ない。もしもし。すいません、僕並みのミスをした今。得意クラブと苦手クラブ。じゃあ得意クラブは大体ドライバーだと思います。ドライバーって言ってます。得意、あんまり得意、あんまりないです。苦手、苦手はパター。パター、はい。入らないときどうします、試合中。入らないときはどうにかこうにか入るアドレスを探します。試合中にね。はい、もうどうにもならないときは。いや、あの、みんなそうなんだよね。なんかもうちょっと入りそうだなっていうときはそのまま行くんですけど、ああ、なんかもう1メートルでカップかすらないぐらいの日あるじゃないですか。そういう日はなんかいろいろ変えて急にクロスハンドにしたりやるんすね。はい。みんな突然やるんだよな。これ30ヤードでした。はい。58度で行きます、はい。ちょっとふわっと持たないといけないんで、距離。スピン入れば、スピン入れば。おお。入りそうだったよ、直接。ありがとうございます。僕はね、10メートルフックラインですね、下り。タッチ大事。おお、惜しい。ナイスです。よかったです。入るかと思った。先にします。はい、3メートル下りのフック、パットですね。切れた、切れました。惜しい。うん、ボギー。はい、ボギーです。2ホール目僕パーで、マナちゃんボギー。3ホール目いきます。はい。仲いい女子プロ、じゃあ教えてください。ご飯とか行ったり、練習ラウンドしたりとか。おいでみずきが。みーちゃん。はい、みーちゃん仲いい。仲いいの。はい、私、小学校3年生の時に初めてゴルフの大会に出たんですけど、はい、その時に初めて一緒に回った子が、みーちゃん。みーちゃん。そっから、あの、家族ぐるみで。え、マジで、はい、栃木ですか、みーちゃん。みーちゃん、茨城。あ、じゃない、群馬です、ごめんなさい。あんま近いんだ。はい。なるほどね。はい。なんか、前にその、なんか、ジュニアをって話になった時に、せいさんの、マナプの名前出てた、聞いたことあります。そう。もう、ちっちゃい時からずっと一緒。ね、3ホール目ね。僕が、184ヤード。
ワンカメで行きます。マナちゃんに撮ってもらう。僕はいいですよ、ね、どうでもね、うん、もう見飽きたでしょ、みんな、うん、うんじゃないよ、ちょっと待って、うんじゃないよ、他のことはない、うんって言われました、見飽きました、見飽きましたか、皆さん5番やん、コメントいただければと思います。見飽きました。5番やん。ね、捕まえに行った自分で、今の170ぐらいありました。170のパー3です、はい、何 U ですか。22度です。22度 U、 はい。ちょっと先っぽでした。うまい。お酒飲めますか。お酒は少しだけ。弱い。弱いと思います。あまり飲まない。酔っ払ったらどうなりますか。酔っ払ったら、結構楽しくなって寝ちゃうか、楽しくなって泣き出して寝ちゃうか。泣き出す。ちょっとこうバッと入っちゃう時が。あ楽しく、ずっと飲めるの？何時間も。でも量によってじゃないですか。何時間も飲むから本当にちょびっとずつしか。だいたいビール一杯でちょうどいい感じです。カラオケするんですか？カラオケあんまりしないです。ずっと話すの？カラオケするんですか？ずっと話します。あんましないです。ちょっとたまにするかな。今度時間あったら行きましょう。誘い方が強引すぎだろ。この流れで。この流れで行っちゃったよ。ちょっと痛い。行っちゃったよ。だったらやっぱ止まるんですね。不可能じゃない。まだ。まあ。ナイスショット打てれば不可能じゃない。まだ。どの辺に落としますか。グリーンエッジの先。20ヤードぐらい。58度。砂はサラサラ。うまい。うまいね。今のうまい。ナイスです。やったぜ。はなちゃんのグラスバンカー？はい、グラスバンカーでした。ちょっとキックして戻ってきました。ちょっとペタってるね。何度ですか？58度です。58。はい。ちょっと低く出して。あれちょっと行っちゃったね。ちょっと転がっちゃいましたね。トイオーバー。はい。あ、そういう。そんな。とりあえずお先行くね。はい。ナイスです。あ。あと4メーターぐらいかな。ラインはどっちで読んでますか？ラインは。スライスですかね。スライス、はい、ちょいスラ。どうだ、ナイス。これナイスパーやろ、これ。あー、よかった。ナイスパー、ありがとうございます。マナポ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。3ホール終わりまして、はい、僕がボギーパーパー、マナちゃんパーボギーパーというか、はい、ワンオーバーワンオーバーでここは終了して、はい、次回4番5番6番を行きたいと思います、はい、ちょっとね、まだバーディーお見せできてないので、はい、そこ目標でいきますか、はい、バーディーをお見せしていただけるということでね、次回もよろしくお願いいたしますということで、この辺でこの動画終了したいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。引き続きチャンネル登録、いいね、コメントたくさんお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。マナプロももう少しお付き合いください、はい、ということで、この辺で失礼します。ありがとうございます。スパやな。
スパーだな。